こんにちは、翔太です。今回なんですけど、6月の14日かなの更新情報を見ていこうかなというふうに思います。明日はですね、月半ばの MR 星がやってくるかなというふうに思います。火種ですね、思ったですねキャラクターが来るかというふうに思いますので、楽しみに待っていようかなというふうに思います。ちょっと夜になってしまうんですけど、動画を上げるのは楽しみにですねしていようかなというふうに思いますね。それではですね、今来ているですね、ガチャについて、まずは見ていこうかなというふうに思います。6月7日のですね更新情報から見ていこうかと思います。6月7日ですね、結構ちょっと注意が必要で、もう終わってるものがわりかしあるんですね。ラッキー割引とか祝儀終わっちゃいまして、今残っているのは脅威ですねだけかなというふうに思います。脅威ですね、MR アバターでめちゃくちゃですね、強いキャラクターとしてやってきたっていうところがありますんで、取ってもいいかなというふうに思います。ただですね、今コキビが来ている状況でコキビ持っていないのであればコキビを優先してほしいというところもありますし、もうすぐ孫将校が来るっていうところで課金される方はですね、孫将校を取りに行くのかなというふうに思いますので、そっちの方をですね優先させてもらったらいいかなと思います。課金されている方は今は孫将校をですね最優先に考える時期なのかなというふうに思いますので、孫将校をですね、取るの忘れないように気をつけてください。なんで脅威ですね、それをクリアできた方がですね脅威を取るべきかなというふうに思います。私はクリアできなかったので、ちょっと脅威取る気満々だったんですけど、スルーしようかなというふうに思っています。で、6月11日の更新内容ですね、結構いっぱいあったんですけど、まずトークン来ています。アポロとの相性はそんなに良くはないんですけど、スタノーとの相性はですねトークン比較的いいかなというふうに思いますので、スタノーを持っている方、私なんですけどは検討してみてもいいんじゃないかなというふうに思います。弓手の中では強い部類かなというふうに思いますので、全然ありだと思いますね。で、次がですね、ラッキースター、しばし、ダッキー、今川、長領、長中継、上杉、炎章、総比、ねね、柴田、一緒に登場しています。ダッキー最優先で取ってもらって、その次上杉謙信で狙ってもらうのがいいのかなというふうに思います。で、しばしがですね風獄の塔で撃砕キャラとして使えるかなというふうに思いますので、しばしを狙ってもらって、また今川、炎章、総比あたりも狙ってもらえると奥義的にいいんじゃないかなというふうに思います。で、剣来ています。で、これですね、ちょっと今回ですね、結構熱くて、っていうのはですね、近々孫将校が来るというところが確定しているので、課金できる方はですね、ここで花の水拭きをちょっと集めておくのがいいかなと思います。私も久しぶりにですね、こちら課金していますね。ちょっと花の水拭きが安く買えるところっていうのがあんまりないので、結構、そういう意味ではですね、ここをお得に購入することができるので、おすすめです。で、バンジバオンエアですね、やってきております。収課金ですね、されている方、たまにですね、私も収課金あるいはガチャをですね、1回でも忘れるとえらい目に遭いますんで、未だにですね、ノーミスでできている方はですね、忘れないようにしてください。私は2回ミスったんで、2余りの状態なんで、あと2回逆に言うとミスっても大丈夫っていう状況ではあるんですけど、なるべくですね、ミスらないようにやっていきたいなというふうには思います。で、美少女学園は超高名、盲点、毛利、李牧、班長、立花、坂田、長居、小野小町、埼玉五一となっています。長孔明最優先で盲点取ってもらって、盲点取るならちょっと班長も行きたいかなというふうな感じかと思います。で、仮想の集いは王将君、土孔孫、宗将、孔明、座敷わらし、露食、宗妃、副皇后、炎章、石川五右衛門、一斉に登場しております。正直ですね、UR 戦アバターで取るべきキャラはいないんですけど、風獄の塔のことも考えるとちょっと弱いですね。陣営のところはですねちょびなめしてもらってもいいのかなというふうには思いました。 UR っていう観点で言うと、宗将、孔明、宗妃、副皇后、炎章あたりの絆をちょびなめしてもらうのはいいかなと思います。で、絢爛無限ですね、ガレス、カンピ、静香御前、ガラハット、トモエ御前来ています。カンピが一応バッファーかなと思いますので、そこは狙ってもいいのかなと思います。で、キレイ多彩ですね、来ております。あれ、あ、ジョークはさすがに違ったんだ。さすがに最近、今気づきましたね。さすがに最近すぎるなと思いましたもんね。八鬼、水鏡、雪女で、いい直虎、コキビとなっていました。コキビめっちゃ最優先で取ってもらった方がいいかなと思いますね。やっぱりボス生後は貴重なんで、コキビ取れるんなら取ってもらってもいいと思いますけど、コキビ
まあ、すでにですねニビアを持っている方に関してはあのゴキビで伸びる分っていうのがどれぐらいあるか次第かなというふうに思っていて、ゼロからゴキビゼロ暴走ゼロの状態でゴキビを取るのであれば、まあ、損傷後を取るよりも経験値上がる可能性はあるかなというふうに思っていて、まあどっちを狙うかですよね。まあ損傷後が1週間のガチャっていう話だったらちょっとあれですけど、まあっていう話だとは思ってるんですけど、まあちょっと悩みますね。まあ、損傷後を取った方が、まあ、長い目で見るといいんじゃないかなというふうには思いますけど、まあ、コキビもですね全然ありかなというふうに思います。めちゃくちゃあの今の放置少女においては私的には絶対取らないといけないキャラかなと思いますので、まあ少なくとも損傷を取れない方っていうのは課金しない方ですね、っていうのはコキビ行ってもらった方がいいかなと思います。で週のギフトは春待ち翌日層と幸運ギフトを着てるんで、春待ち翌日層課金する方は忘れないようにしてください。であとですね、まあ、リボクじゃないリコのですね、花嫁着てます。まあ、ちょっと私はですねリコ結構育っていたんで取ろうと思っていたんですけど、あの復活キャラクターで復活後の耐久がですね、まあ、相手からコピーした、まあ、生後状態依存になっているキャラクターだったんで、ちょっと私はそこがだいぶマイナスだったんで私の中で、まあ、今回は見送ろうかなというふうには思っています。あの、まあ、もちろんちょっと損傷後が来るっていうところもあるんですけど、まあでもですねちょっと致命ダメージ無視だったら取ろうと思ったんですよ。まあ、ただちょっと復活後の耐久が完全に IT 依存っていうのが私の中で、私が IT 依存のキャラが嫌いなだけなんですけど、これは結構コピーとか整合を奪うとかそんな感じのキャラも私あんまり好きじゃなくて、奪う前提でなんか性能が調整されてるじゃないですか、そういったキャラクターって。でまあ、奪いまくったら上振れるんですけど、奪えない時が悲惨なんで、ちょっと私はあんまり好きではないですね。で初回チャージキャンペーンですねリニューアルのお知らせで、まあ、その証拠が来ましたよと。で軽微な、修正がちょっと全部は分かんなかったですけど、まあ私的にはそんなに嬉しくない、内容だったなと思ってます。で総選挙来てますんで毎日やるの忘れないように気をつけてください。まあ結構いいアイテムですね、報酬でもらえますので、まああの選挙総選挙興味なくても報酬だけもらいに、もらうためにやってもらうといいかなと思います。それでは6月14日見ていきましょうか。まず願い返しやってきますので、まあ、3万元歩ですね貯めている方忘れないようにしてください。で少女の出会いですねときメモイベントやってきます。3000元歩使ってもらってときメモ20個取るの忘れないように気をつけてください。で星の羅針盤もやってきます。まあ無課金の方もですね、まあ、私も結構 無課金で、まあ、無課金というか無料ガチャでですね青岩石取れたりとかしたことも何回かありますので、滝足姫、芦屋道満、豊臣秀吉、茨城、石田ですね、全く取らなくていいかなと思いますけど、あの MR 結社が取れたりもしますので、まあガチャを忘れないように気をつけてください。おお、ちょっと待って、ちょっと待って、とりあえず週のギフトは超招き人だけとハッピーギフト来るんで課金する方は忘れないようにっていうのと、なんだ炎帝ってキャラなのかな、あ炎帝ってキャラなんだ、はあ弓将じゃん、マジで弓将じゃん、ええちょっと私がなんか弓将来るかもって昨日言ってたんですけど、まさかの弓将でしたね。昨日か一昨日私そろそろ弓将来ると思ってますって言ったんですけど、あちょっと待って、迷うな。まあ、水引きだったら課金するか。ちょっと迷いますね、これは。いや、かなり迷います。明日休みじゃないのが非常に悔やまれます。いや、どうしようかな、これ。いやー、ちょっと性能次第ですけど、佐野との相性次第では、ちょっと取ろうかなと思いますね。いや、どうしよう、これ。めっちゃ迷う。まあ、まだ性能来てないんですけど、火種来ますよね、炎帝なんで。まあ、炎遁状態とかもつくかなとは思いますけど、あの火種なあ、まあちょっと性能次第ではありますけど、火種言うて強そうですからね。いやーちょっと迷うな。いやーどうなるか、ちょっと明日非常に楽しみにしていようかなというふうに思います。いやーマジか、ちょっとドキドキしますね。まあ、今回の動画はですねここまでにしようかなというふうに思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、メンバーシップのフォロー、高評価、チャンネル登録、スーパーサンクスよろしくお願いいたします。